ヘルマン・アンドレス・マルケスは、ベネズエラ・ボリバル州産フェリックス出身の、プロ野球選手、宇ト右内、MLB のコロラド・ロッキーズ所属。2011年7月にタンパベイ・レイズと契約して、プロ入り。2012年に、参加のルーキー級、ベネズエラン・サマーリングーグ・レイズで、プロデビュー。15試合に登板して0勝2敗、防御率6.8229奪三振の成績を、 残した。2013年にアメリカ合衆国本土へ渡る。この年はアパラチアンリーグのルーキー級プリンストンレイズでプレーし、12試合に先発登板して2勝5敗、防御率4.0538奪三振の成績を残した。2014年は A 級ボーリンググリーンホットロッズでプレーし、22試合に登板して5勝7敗、 防御率3.2195奪三振の成績を残した。2015年は AQ シャーロットストーンクラブズでプレーし26試合に登板して7勝13敗防御率3.5604奪三振の成績を残した。11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年1月28日に コーリー・ディッカーソン、ケビン・パドローとのトレードで、ジェイク・マギーと共に、コロラド・ロッキーズへ移籍した。この年参加のマイナーでは、AA 級ハートフォード・ヤード・ゴーツとトリプル A 級、アルバカーキ・アイソトープスでプレイし、2球団合計で22試合に登板して8勝5敗、防御率4.90119奪三振の成績を残した。9月6日に、メジャー初昇格を果たすと、 8日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは6試合に登板して1勝1敗、防御率5.2315奪三振の成績を残した。2018年は自身初めてシルバースラッガー賞を受賞した。2020年は自身初めて開幕投手を務めた。2021年4月1日のドジャースとの 開幕戦で2年連続2度目の開幕投手を務めた。7月4日に選手間投票で自身初となるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは4回表に3番手としてオールスターゲーム初登板を果たした。最速99.8マイルパワー、平均95マイルパワーの速球を中心に平均82マイルパワーのカーブ、 平均8 5アワーのスライダー、また平均8 6アワーのチェンジアップを使用する。ありがとうございます。